美を作り美を保つ BMK 美健セラピー。あなたの美と健康そして笑顔のために BMK をお伝えしております。テーマは美健道元。美と健康というものは密接に関わっております。10代の時のような美ではなく体の中から出てくる大人の美、それが BMK 美健です。 B はボディの美、 M はメイクの M、 K はキープの K、 つまり美しいボディ、健康なボディをメイクし、そしてキープできる、それが BMK 美健です。はい、それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は、肩甲骨、はい、肩甲骨をしっかりと動かしていただくんですけれども、肩甲骨の周りには脂肪の細胞がたくさんあります。いわゆる白い脂肪細胞ですね。たまってこういうところにお肉につくいわゆる脂肪と言いますよね、はい、もう一個いい脂肪細胞というのがあるんですね。へえ。いい脂肪細胞というのは褐色脂肪細胞といいまして、こちらのたまる脂肪を活性させて燃やしてあげるような代謝を上げる脂肪を燃やす細胞がついています。それが実は肩甲骨、この周りにたくさんあります。普段は肩こりとかはありますか？すごい肩こりです。肩こりありますか、はい、少しゆっくりとこういうふうに動かしてみて、これ詰まるところでだいたいこう硬いですね。痛いですか、はい、じゃあこれをしっかりと、動かしながら褐色脂肪細胞を活性して、はいはい、肩甲骨周りをしっかりとほぐしていきましょう、はいはい、こうですね。こちらをこういう形で、これはもう一回こういう形、これぐらい折っていきます。そしてこちらをこれぐらいの幅ですね、肩幅ぐらいですかね。これをこの間をしっかりと、はい、ねじってしまいます。こちらでこのように輪っかを作ります。輪っか、はい、この輪っかを左手通していただけますか、はいはい、で脇をしっかりと当てて、こちらからはい、こちらを持っていただく、はいはい、動き的には上からこういう動きになっていきます。腕はこれは1本の棒でも肘が曲がらない1本の棒です、はいはい、手のひら前です、はい、でこのまま上には持ち上げてゆっくりと下までぐーっと下ろします。でこの時にお尻をポケットを触るように後ろ前にしますとちょっと響きませんか、はい、このところ、ぐっと、はい、ここに響くような形を感じられます、はい、これを繰り返していきますけれども、こちらで上から下でグッと、でこの時に意識としてはここの体と腕でここがハサミ、わかりますか、はい、ここでチョキンと切るようなハサミになるようなイメージ、はい、ハサミですね。このイメージを持っていただいて、ゆっくりと動かしていきます。でこちらから息を吸いましょう。この時にで口から息を吐きながらふーっとお尻を触ってちょっと響く感じ、はいはい、もう一度いきましょう。ゆっくりと鼻から吸ってはい、ふーという形でお尻を触る。でこの時に注意なんですけど、どうしてもこういうふうにずれちゃう方がいらっしゃるので、頭からここが一本の棒というか軸が通ってる感じ、はい、体をしっかりまっすぐした状態で上から鼻から吸ってはい、ふーでちょっと響く感じ、はい、これを5回で1セットにします、はい、5回以上やらないでくださいね。だんだんしびれてきて、はい、ここは神経が通ってますので脇の下というのは、強いしびれが感じたらやめていただいて、はい、5回で1セットですね、はいはい、
続いてその褐色脂肪細胞というのが脇の下たくさんあるので、脇の横ですね、横のところ、はい、この体のところはちょっと横向いていただけますか。横の筋肉はこうついてるんですけど、ここが縮まってしまうとどうしてもこういう風に普段なりがちですね、こういう風になってしまうので、ここをアプローチしてこっちに行きやすい、制限している筋肉を少し、リリースというか取ってあげたいんですけれども、こちらをちょっと広め、これぐらいでいいですね、はい、こう折っていただいて脇の下までしっかりと入れます、はい、でこちら前すいません、はい、で意識していただきたいのは脇をしっかり入れて、これも正面向いていただいて、今言った真横のここを刺激しますので、でここを、左右にこう引っ張っていただくんですけど、イメージは寒風摩擦ではないので、うん、皮膚のお肉の下がこう動く感じ、擦るのではないですね、はい、ここが当たってこういうふうにずれる感じの、ここを意識していただきたいです、はい、なるべく真横に大きくゆっくり1、2、1、3、はい、やってみましょう、はい、1、そうです、2、体が動いてるんですか、3、そうですね、この時にまっすぐして、はい、4、そうです、そうです、大きくゆっくり、はい、これを5往復やりましたら少し下に下げます、はい、この横です、はい、これも肩と固定して、せーの、1、2、3、4、5、はい、もうちょっと下げましょうか、はい、でなるべく横なので横を意識してくださいね、はい、で体が一緒にねじれないで止めたまま、ちっこいイメージです、はい、せーの、はい、1、2、そうです、1、3、4、5、はい、これを2往復やってみましょう、はいはい、先生これは吐きながらでいいんですか。呼吸はこの時は止めないで、はい、楽に呼吸しながらしてください、はいはいはい、せーの、1、2、今やっていただいたんですけれども、はい、どうですか、感じ、今の感じは。肩軽くなったような気がします。お、軽くなってきます、はい、体もポカポカしてきて暖かくなっている、褐色脂肪細胞思い出しましたかね。思えてますかね。じゃあちょっと先ほどみたいに、じゃあ少し動かしてみましょう、さっき上がんなかったですけど、あ、すごい上がってます。痛みは、すごい軽いです。何回かこうやってみてください。すごい、いいですね、このようにここを少し刺激してあげるとこんなに、はい、さっき痛がってましたもんね、はい、で耳についちゃいました、はい、びっくりです。大丈夫です、ね、すごい。はい、下ろしていただいて、はい、感じも軽く、はい、軽いです。肩こり感はありますか。今全然ないです。すごい、あ、動いてます。じゃあこれをしっかり覚えて、はい、少しずつやって頑張ってみてください、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。